気になる、無糖、無糖です。ただ 0.1g ほどトム類は入っているんですけれども、はい、でも全然あると思います。餃子セット一つ、あ、ライス大盛りもできるよ。新餃子も食べよう。今日はリラの洋服を借りました。チェックのワンピースになってます。リラは今日は私の洋服を着ていって、私はリラの洋服を借りていきたいと思います。ギンガムチェックっていうの、これわからない。で、髪の毛もなんかこういう感じのやつで、今日はなんか湿気がありそうなので、これでお仕事に行ってまいります。最近ね、この椅子の高さがちょっと低めになったので、作業しやすくなりました。またパパがやってくれた練習も頑張ります。ニールも可愛くなったんだよ。ではなー、さようなら。そして行ってきまーす。
ブレイクタイムある。中華街久しぶりだな。豚まん、豚まん、角煮まん、すき焼きまんも美味しそうじゃない？え、どうしようどうしようどうしよう。暑いよね。ねねねね。皮みたいな。すごくない？あ、噛みついてるよ。噛みついてる。食べちゃった。お客様からいただいたやつです。入浴剤なのかな。これを使ってみたいと思います。かわいい、うん、いっぱい入ってます。1回分だ。1,2,3,4,5,6,7 1週間分入ってます。今日はゆっくりお風呂に入れるので使います。ありがとうございます。今日は11時からお仕事なので、今9時12分なので、ビールを取ってから仕事に行きたいと思います。アイシャドウと、あとグリッターとカラーマスカラ使ってやっていきたいと思います。メイクリールを取るのは夜はちょっともうね疲れて撮れないので、こうやって朝のちょっとの時間でもう集中してすパッて撮れるようにやってます。フリーランスになってからやっぱこの朝の時間とかやっぱ作れるようになったから、あのねメイリールのこの上げる頻度とか、まあ、YouTube とか、まあ助かってます。今日つけてるリングはこのガガンの指輪です。ちっちゃいつぶつぶがいっぱいついてて怖いんです。なので今日はこれにしたいと思います。じゃーん、めちゃめちゃ汚いです。この辺は最近使ってるメイク道具で、うん、ちょっとスタメンはちょっとまた別のポーチに入っちゃってるんですけど、これなんか無印で買ったんですけど、ちょっと締めづらくて、でこっちに下地とかケア系とか入っててね、プラス して買ったんですけど、まだなんかどうしたらいいか分かんなくて、なんか未知、ちょっともうぐしゃぐしゃなんですよ。どうにかしたい。もう家出て、あ、ちょっともうやばい、ほんと。このコスのパンツは死ぬほど履いてるんですよ、紺の。
パンツのスウェットに、あ、スウェットじゃないよ、パンツにロンティーを着ました。これで仕事に行くよ。さようなら。